マグロが録画開始。ミニ四駆系 VTuber、マグロダカツオです。他社メーカー四駆検定コンクールデレガンス。エントリーは1月1日から3月7日まで受け付けております。2月27日現在までのエントリーマシンの紹介をしたいと思います。まず、他社メーカー四駆限定コンクールデレガンスについて説明します。タミヤ製品以外の競合他社製小型動力模型を使用するコンクールデレガンスです。ボディまたはシャーシがタミヤ製品以外のモーターライズでタイヤが駆動する24分の1から32分の1程度の車両型モデルが参加可能です。素組みも歓迎しますが、単なる模造品、購入しただけで完結する完成品、ラジオコントロール機能があるものはご遠慮ください。参加方法について説明します。ハッシュタグ他社四駆コンをつけて参加される作品のお写真最大4枚と一緒にツイートしてください。可能であればメーカー名と元のマシン名を記載してください。なければ有識者とともに全力で特定します。出品制限はありません。お一人様何台でも可能とします。ただし原則として禁止事項は設けるつもりはありませんが、公序良俗に反するものはお控えください。エントリーナンバー1、爆音小僧さんの青島製テクニオクデロリアン草レース仕様。シャーシはタミヤ製の TZ シャーシを使用。ライト4灯は LED フラッシュを装着。モーターとローラー等マスダンは世界初のレーザー刻印で文字を入れました。よろしくお願いしますとのことです。デロリアン出ましたね。青島のデロリアンはテクニオンクシリーズの中でもかなり有名な機体なので、他社メーカー四駆では必ず出てくると言っても過言ではないと思います。この仕様はタイプ3、このデロリアンパート3の仕様のものになっております。ローラー、マスダンなどの配置がレース仕様となっておりまして、まさに実戦で使われた跡がある、傷も見える、使い込まれた名車といった感じでしょうか。エントリーナンバー2、爆音小僧さんのグンゼ製アルファロメオ24分の1草レース仕様。タミヤ製 MA シャーシに合わせてボディを短縮加工しました。シャコタンツラ1で走ってます。ドライバーにはワルモンを乗せました。ローラー等は世界初レーザー刻印でデザイン、よろしくお願いしますとのことです。はい、こちらもグンゼ製のアルファロメオ、これは24分の1モデルなのでミニ四駆のシャーシには少々大きいのでボディを短縮加工されているということですが、違和感が全くないですね。またグンズ製のアルファロメオはカーモデルっぽいデザインで、ワイパーなど装飾が細かくてなかなか出来がいいですね。こちらもレース仕様とのことですが、ボディのデザインやワルモンの表情の変化、ローラーなど細かいところに気が配られた良いマシンだと思います。続いてエントリーナンバー3、こちらも爆音小僧さんの2枚製32分の1 BB マジョーラカラー草レース仕様とのことです。シャーシはタミヤ製の FMA になります。アルミスペーサーリアローラーマスタントは日本初レーザー刻印でデザイン、よろしくお願いしますとのことです。こちら BB、 このマジョーラカラーは塗装なのか成形色なのかいまいち判断がつかめませんが、綺麗な色してますね。玉虫色といったデザイン、カラーリングという感じでしょうか。意外と台形タイヤとも似合うんだなぁというような感じがあります。シャコタンされたデザインのように思えますね。そしてレーザー刻印されたローラーとのセッティングも決まってますね。続きましてエントリーナンバー4、趣味人よしゆきさんの作品、タカラトミー製サンダーバードリアルキット01 48分の1ジェットモグラ。発売当初はいまいち不評でしたが、今触ってみるとそんなに悪くないと思い、無加工部分塗装のみで組んでみました。窓枠が銀なが個人的好みですとのことです。まさかのチョイス。確かに今回他社メーカー四駆限定コンクールデレガンスとしては参加可能な作品となっております。ドリルが回転しながらゆっくりと走る姿がとても可愛いですね。そしてウェザリング塗装されたような造形がかなりリアルです。続きましてエントリーナンバー5、こちらも爆音小僧さん、総勢4台のエントリーありがとうございます。青島テクニ四駆デロリアンパート1草レース用2号機。
タミヤ製 FMA シャーシのローダウン仕様、ローラーとは日本初レーザー作品でデザイン、リアステッカーのデロリアンは嫁さんが制作、夫婦共同作品です。よろしくお願いしますのことです。こちらはですね、エントリーナンバー1のデロリアンはパート3仕様でしたが、こちらはパート1仕様ということで、こちらもレース仕様とのことなので、ローラーセットがとても走れそうなデザインになってますね。で、足回りのデザインもパート1のデロリアンに合わせたようなデザインになっているところも細かいポイントです。続きまして、エントリーナンバー6、ライブンさんの作品、マシン名アークシア、バンダイ激ドライブドラゴンツイスター、グレードアップパーツを装着し、その型は生かしつつ、スカート、バンパー、履きすぎのホイール、アーチやリア周りを追加造形しました。カラーリングはトーンの違う複数のブルーとブラックをメインに自分好みに仕上げましたとのことです。ありがとうございます。こちらもカラーリングがすごく決まってまして、元のドラゴンツイスターのデザインとはまた違ったかっこよさが見えてきます。ホイールアーチ、確かに激ドライブは額焼けがちょっと小さめに作られている割にホイールアーチが大きいので隙間が目立ってしまうんですけども、こちらはそれを埋めるようなカウル造形がとても素晴らしいですね。走ってる姿を見てみたい。続きまして、エントリーナンバー7、 B デイ検証さんの作品です。 LS ゼルベルススーパー四駆マンシリーズですね。他社四駆だって走りたい、そんな思いを込めてタミヤと淡島の新旧パーツを組み込み、現代の立体構成の感想をコンセプトに作成しましたとのことです。つまりこれはタミヤと LS と淡島の三位一体他社四駆マシンですね。足回りはタミヤ、ローラー周りが淡島といった感じでしょうか。フロントの左右独立スラダンもかっこいいですし、シンプルな造形のボディデザインがまたかっこいいですね。青が基調との統一感のあるセッティングが決まっています。こちらはエントリーナンバー8、デラさん、作品名ナイトクーガー回、元キットは激ドライブナイトクーガー、ベースのごちゃついたディティールを削除して実車に近づけました。タイヤホイールはタミヤ製ですとのことです。エントリーナンバー6のレイブンさんはタイヤホイールをあえてノーマルのままでホイールアーチを埋める方向で作成したのに対して、デラさんはタイヤをインチアップさせるホイールアーチの隙間を小さくされていますね。同じ激ドライブでもアプローチの仕方が違っていて個性があっていいなと思います。こちらはより実車らしさを見せる方向で作成されていますね。もともと激ドライブにはバンパーがないんですけども、その分実車系のデザインが映えるなぁと感じさせてくれます。そして続きまして、エントリーナンバー9、こちらもデラさんの作品です。作品名デラさんのマルティニコポルシェ、ベースは富士見模型、所さんのコポルシェ360、ポルシェといえばで浮かぶカラーリングでデカールだったなとこれだったのでマルティニカラーとのことです。所さんのコポルシェは意外とちっちゃくて速いんですよね。ローラー周り、そしてローラー幅が狭いのでタミヤのパーツで幅出しして、こちらも走ることを前提としたセッティングが出ているように思えます。このマルティニカラーが決まってますね。続きまして、エントリーナンバー10、こちらもデラさんの作品、ありがとうございます。作品名川崎忍者、ベースは東京マルイハイパージュニアレーサー忍者 4WD、 忍者といえば川崎、シンプルですね。そう、川崎のライムグリーンで塗装されたバイクデザインの忍者になっております。この忍者、元のデザインが割と車高が高めなんですけども、タミヤのアンダープレートを使って全体的にセッティングが低く決まっているように見えるので締まった感じ見えますね。足回り、シャーシ周りはタミヤのパーツで補強されておりまして、こちらもレース仕様といった感じが見て取れます。続きまして、エントリーナンバー11、ゾーンさんの作品です。作品名ワイルドデロリアン、元キットは青島モータードライブデロリアンプラスタミヤワイルドミニ四駆シャーシ、本当は右上ですねをベースにしたかったんですが入手できず、青島とワイルドシャーシの組み合わせで作成、一応公式商品で公式グッズをまとめた本に掲載されていますとのことです。どうやらこのパート3仕様のデロリアンのワイルドシャーシ仕様というのが、公式グッズとして扱われているようです。まあ確かにパート3のデロリアンは荒れた荒野を走り抜ける姿がかっこいいので
ワイルドフットのタイヤがよく似合うといったところでしょうか。今回のデロリアンはパート2仕様のもののようですが、意外としっくりきますね。違和感がないです。続きましてエントリーナンバー12、ゾーンさんの作品です。マシン名バッドモービル、メーカーはチャングマッド、キット名はカッパーフィールド、キットのストレート組ですとのことです。こんなマシンがあったのかと、今回エントリーされた作品の中で驚愕した作品の一つです。マッシブなバットマンが乗れるようになっているデザイン、それも上でミニ四駆のフォーマットを崩していない、どこの国のメーカー品なんだろう、とても気になりますね。フィギュアが乗ることが前提となっているせいか、全体に足高でコミカルなデザインになっているのがとてもユニークで面白い作品だと思います。続きましてエントリーナンバー13、清春戸川さんの作品。作品名はアバンテインスパイア、元のマシンはグラパドーラ、メーカーは LS スーパー4区間シリーズですね。今後機会がありましたらパート2、3と開催よろしくお願いいたします。検討します。アバンテとグラパドーラともにインテークの文字がありインスパイアさせていただきましたとのことです。こちらは元のデザイン、グラパドーラのデザインがもともとアバンテとよく似ているところもありまして、確かにインスパイアされているようなデザインに見えます。アバンテとの違いとしましては、ウィングにハイマウントローラーがついているとか、サイドガードも含めて6ローラーセッティングがすでに出ているあたりが4クマンシリーズの実用性の高さをうかがえる作品となっておりますね。ボディのデザインもしっかりまとまっていてかっこいいと思います。はい、いかがだったでしょうか。他社メーカー4駆限定コンクールデレガンスは2021年3月7日までエントリーを受け付けております。果たしてどのようなマシンが集まるのか非常に楽しみにしております。まだまだエントリーを受け付けておりますので、参加希望の方はぜひご検討よろしくお願いします。